はいどうも、フリップ TV の浩平です。今日はですね、ちょっとベープの動画とかではなく、僕のあのプライベートの話をね、ちょっとしていこうかなと思うんですけど、最近ね、ちょっと動画の背景が変わったんで、気づいてた人もいるかなと思うんですけど、動画タイトルにもある通り、家をですね、建てました。はい、家をね、購入して、建てたわけなんですが、家を建てたっていうと、多分ね、前から動画見てくれてた人は、去年の12月にあんなことなってたのに、家を建てるとかも頭大丈夫かと、ね、多分みんな思ってると思います。はい、僕もね、僕も視聴者だったらそう思うと思います。はい、これはですね、去年の12月に、YouTube の規制の方で、かなりこう、厳しめの規制があって、で、ホリック TV が存続できるかどうかみたいなね、もうめちゃくちゃやばい状況に陥ってたんですよ。でその時に、この収益がね、ほとんど吹っ飛んだっていう感じになってたんで、本当ホリック TV としてもう史上最大のピンチをね、迎えてたわけなんですけど、今ちょっとね、落ち着いてきてるっていうのはあるんですけど、なんでね、あんなことがあったのに家を建てたかっていうと、そもそももうあの時点では家を建てるのが決まってたんですよ。っていうのが、去年の頭頃から、ちょっと家をね、買おうかどうしようかっていう話をしてて、ハウスメーカーに行って、いろいろね、こう、段取りとかやってて、最初僕もね、ちょっと仕事的に、結構リスクのある仕事なんで、まだね、家を建てるつもりはなかったんですけど、もっとこう、大丈夫な状態になってから家を建てようと思ってたんだけど、いろんな、ちょっと家族の事情とかね、いろんな事情で、去年建てることになって、で去年の頭頃からそういう計画が進んでたと。でいろいろこう決めてって、こう契約とかして、で去年の11月か12月ぐらいにはもう図面とかもね、全部できてて、で契約書もね、出来上がってて、契約書にも全部印鑑ついてたんですよ。なんで全部印鑑付き終わって、これから家を建てますという風になったタイミングで、去年あんなことになったっていうね、めちゃめちゃ大ピンチを迎えたっていうことで、決してピンチを迎えた後によし家を建てようと思って建てたんじゃなくて、もうあの時点ではすでにもう印鑑ついてたから引き返せない状態になってたという感じになっております。はい、なんで僕もですね、もう自分でめっちゃリスクのある仕事って分かってるんで、結構ね、金額はもう抑えめにしました。なんでもう結構立派な家を建てたとかじゃなくて、もう本当こう抑えた家を建てたというか、友達とかね、いろんな人にこういろんな話を聞いて、でみんなよりもみんなはこうちゃんとした仕事してるんで、そういったみんなよりもだいぶこう安くなるようにね、支払いがね、かなり低くなるように抑えてっていう感じでやったんで、最悪この YouTube がなくなっても、なんとかこう普通に働けば、やっていけるのかなという感じでございます。はい、なんでね、その辺はちょっと安心していただけたらなと思います。はい、でちょっと今回はですね、この前引っ越しをしたタイミングで、ちょっとね、はっきりこう引っ越しをしたとかそういったのを断言してなかったんですよ。っていうのが、今回ちょっと動画でね、しっかり説明をしたかったんで、前回はちょっと撮影部屋が変わったっていう風な説明をしてたんですけど、引っ越しをして、速攻ね、この動画を撮りたかったんですけど、引っ越し初日にですね、ちょっとコロナを発症してしまって、もうめっちゃ高熱出てすごいきつかったんですよ。もう本当ね、すごい高熱があるのに荷物を運ばないといけない、引っ越しをしないっていうのがもうすごいきつくて、こんなちっちゃい段ボール1個運ぶだけでももう息が上がってもうフラフラなってるみたいな感じでね、すごい大変だったんですけど、ようやくちょっとね、何週間か経ってちょっと落ち着いたんで、今回動画をね、撮っていこうかなと思います。はい、なんでそんなこんなでですね、去年あんなことがあり、かなり大変な状況だったんですけど、家ができて、今回は開き直ってですね、ルームツアーをやっていきたいなと思います。はい、で今回はちょっとね、子供たちと一緒に、いろんな部屋とかね、家の説明とかをしながらルームツアーやっていこうかなと思うんで、いつものね、ベープの動画じゃないんですけど、よかったらね、ルームツアー見てみてください。はい、それじゃあ早速行ってみたいと思います。はい、ということで早速ルームツアーやっていこうと思うんですけど、今日はですね、うちの息子たちとやっていきたいと思うんで、ちょっと出てきてもらっていいかな。はい、初登場、ホリック TV 初登場の次男のはやちゃんです。そしてはい、前ココアシガレットの動画で登場した、長男のいっちゃんです。はい、じゃあはやちゃん、お名前は何ですか？ミラクルはやて。ミラクルはやて。はい、何歳ですか？4歳な。はい、4歳です。はい、でいっちゃんは、何年生になりましたか？2年生。
2年生な、あ、前動画出た時では1年生だったんですけど、もう2年生になりました。はい、なんで今日はまあこの2人と一緒にやっていこうかなと思います。で、まずは、このリビング、ここから紹介していこうと思うんですけど、リビングはまあこんな感じの、雰囲気になってます。1階はまああの嫁のこうセレクトでこんな感じのインテリア、カフェっぽいインテリアにしたいということで、あのちょっとカフェっぽい感じになってます。そしたらどこから紹介する？テレビから紹介する？テレビですか。テレビはこれ、昔から使ってるやつなんで、もう5年ぐらい使ってますね。じゃあ、汚いです。スピーカーは？スピーカーですか。スピーカーもこれはもう5年ぐらい使ってる昔からあるやつですね。スイッチ。スイッチか。スイッチはいいかな。あやちゃん鼻くそをほじるなよ、 YouTube で。で、まあ、テレビは昔から使ってるやつなんですけど、このテレビの裏の壁紙、これもちょっと、まあ、ちょっとカフェっぽくしたいということで、あの木目の壁紙にしてます。で、こっちはですね、ちょっとカフェっぽくなるように、あのちょっと吊り下げ式のおしゃれな電気にして、で、今度ここの電気、あの時計か、時計もちょっとこの柱から出るダルトンかなの時計になってます、ね、これかっこいいな。うん、これはそれですか。それ何ですか。それは、テレビさ、低くするやつ。テレビ低くするやつか。ちょっと違うけど、まあ、あのスピーカーです。はい。で、キッチンなんですけど、この上が折り下げ天井になってます。これももともと折り下げとかなくて、普通のフラットな天井やったんやけど、まあちょっと嫁のこだわりで、木目の折り下げで、で、後ろをレンガにして、まあ、こう全体的にカフェっぽい感じな、おしゃれな感じになる。じゃあ、これは、で、ここに太陽光があります。あ、そうですね。はい、あそこに太陽光をいくら発電したとか、まあそういったのがあります。はい。で、まあ、冷蔵庫とかも電子レンジも本当は黒にしたかったんですけど、まあ、ちょっともったいないんで、この辺もね、あの前から使ってたやつ使ってます。なんでこの辺はまあ壊れたら、あの黒で全部統一しようかなという感じですね。で、パパ、またベイブレードも撮った。ベイブレードの動画撮ろうな。で、キッチン側から見るとこんな感じになってます。ここにダイニングテーブルがあって、テレビがあって、で、ここにローソファーを置いてます。これなんでローソファーかというと、あの昔普通のソファー使いよったんやけど、あの結局誰も座らなくなるけん、あの低いのにしてみんながドロンとできるようにしてます。はい、はい、で、まあ、ここの窓は最初ちっちゃい窓だったんですけど、あの僕がですね、一日に何十回もリビングから車を見るっていう、あの趣味があるんで、それでちょっと大きい窓にしてもらって、ここからいつでも車を眺めれるように。わかりました。しました。で、こっちは1階で作業するときに使う、まあ、パソコン、モニターとかパソコンとか、こう仕事か、あの作業場ですね。次、はい、2階という感じの、まあ、こんな感じでね、1階になっております。で、ちょっと説明し忘れてたんですけど、あのちなみにこの家はあのヒノキ屋住宅になります。なんでヒノキ屋といえば、あの斉藤匠が出てる絶空調といって、全部屋全フロアにこう空調が入ってる 全館空調の家ですね。で、リビングは、ここ上に2つ空調があって、まあ、エアコンがあるんで、ここからこう冷暖房が出てくると。で、キッチンの方はこの上のとこ、これが空調があるんで、まあ、LDK には3個クーラーというか冷暖房があるみたいな、そんな感じになってます。そしたらこちらも見てください、はい、なんであの結構効きはいいですね。こちらも見てください、はい、これはお風呂で電話ができます。はい、お風呂 の通話ができます。はい、3階の後で行きます。やった、はい、という感じのね、まあ、あの前住んでた家がすごい古くて、もう本当めちゃくちゃ暑くて寒くてっていう感じだったんで、あのこの全館空調と断熱材には、あのちょっとこのどうしてもこういうのがいいなっていうことで、まあ、やってます。はい、なんで、まあ、すごいね、前はもう外と変わらないぐらいの気温だったんですよ、家の中が。なんですけど、まあ、かなり快適な感じになりました。ということで、まあ、リビングはこんな感じです。じゃあ次行きましょう。じゃあ次は、脱衣所行きたいと思います。はい、脱衣所、はい、行ってみよう。ですね、ここになるんですけど、まあ、別にあの見せるほどのあれでもないんですけど、まあ、あのこんな感じの、ところになってます。まず洗濯機から行く。洗濯機はまあ普通のドラム式洗濯機になって、めちゃくちゃ昔から使ってた、は
はい、まあ広くはないんですけど、これ脱衣所です。このドアの上にですね、ここも空調がついてます。なんでまあこんな広々したっていうわけじゃないけど、ここに冷暖房が効くことによって風呂上がりめっちゃ気持ちいいです。うん、なんでまあ風呂上がって暑くなるっていうことがないんで、まあこの脱衣所はですね、そういった意味ではかなり神ってますね。はい、で、この廊下の方も廊下というかですね、こっちが玄関になるんですけど、玄関のこの上、玄関と廊下の上にも空調があります。なんでまあこうリビングから廊下に出てももう常に涼しいし暖かいっていう感じで、はい、まあこんな感じのね、どこに行っても快適な部屋っていう感じになってますね。はい、じゃあまあ1階はこんな感じなんで、次は2階に行きましょうか。やった。はい、じゃあ次はですね、僕の仕事部屋見ていきたいと思います。仕事部屋はですね、こんな感じになっております。はい、こんな感じで、前までは L 字のデスクで作業してたんですけど、今回はこっちがこう撮影用のデスクっていう感じで、ここでまあ普段撮影をしてます。で、こっちが編集用のデスクで、まあ、こっちで撮影した動画を編集するっていう感じになってますね。そして、ここはぽよぽよんで、はい、ぽよぽよんになるんですね。はい、ほら、ぽよんぽよん。はい、椅子にですね、ぽよんぽよんのクッション敷いてます。はい。まあこんな感じのところで撮影編集をやってて、でこっちがちょっとまだ片付けが終わってないんですけど、僕のレビュー品と機材置き場になってます。なんでここにちょっとまあ一通りレビュー品とかこういったものを直してる、これは後々綺麗にしたいなと思います。はい、なんでまあこんな感じのね、部屋でいつも撮影編集をやってると。でこの部屋の空調はここですね、この上についてます。はい、これチェーンが出てるんですけど、このチェーンはちょっとまた後でね、どういう意味か説明しようかなと思います。はい、なんでまあこんな感じの部屋 でちなみに、ここはですね、ベランダになっております。はい、ちょっと今外から映ると家がバレるんであれなんで、まあ、こんな感じのベランダもついております。はい、これはい、これはですね、ちょっとドアはこんな感じで、撮影中に子供たちの声がめっちゃ入るんですよ。リビング階段なんで、リビングの音がめっちゃ入ってくるんで、それをねちょっと遮断するのにこんな感じで防音をねやっております。めっちゃ静かに。すごいな、なんかさ、はい、これかっこいい。かっこいいな、うん、レコーディングスタジオみたいな、うん、うん、これ長ルームみたい。うん、そしたら今度はここ。はい、じゃあ次はですね、ちょっと長男の部屋行きたいと思います。はい、じゃあ次はですね、長男のいっちゃんの部屋行ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、これなんで電気をつけてないんですか？はい、このスイッチを押すと、うん、ちょっと綺麗なことがこういうことです。おー、めちゃくちゃ綺麗やな。うん、この LED はダイソーで買ったやつ。はい、おー、めっちゃいいじゃん。はい、パソコンは電気つけるとこんな感じで、で、まあ、いっちゃんの部屋はこんな感じでビーズ部屋になってますね。はい、で、ここにまずスピーチつけ、それはこの間のビーズのライブのガチャガチャで当たったやつやな。うん、はい、アクリルスタンド。売ってないですね。で、こっちは何ですか？こっちは。これはもうビーズの CD です。めちゃくちゃ。うわあ。お下までありますね。CD と DVD な。これ全部ビーズよな。もう全部、いや、ソロもある。あ、ソロもあるな。で、これがポスターですね。これはあれかな？この間のライブで。そう。ゲットした。で、これはビーズのライブでなんか。降ってきた紐で、そのライブ中にパーンと出てきた銀手ですね。銀手は僕が運よくキャッチできたんで、それをこうゲットしたやつです。で、これはビーズのカバンです。これはガチャガチャのビーズガチャな。はい、で、これがシール。はい、佐賀公園ね、6月17日に行きました。もう初日です、今回の。はい、で、これがマット。はい、これがライブで買ったビーズのフリンジタオルですね。マットじゃないんです、そう、フリンジタオル。これはまたガチャで当たったこれ何だっけ？リストバンド。リストバンドですね。はい、で、これはパパからもらったこれキーホルダー。はい、もうこれ見てもらうと分かると思うんですけど、凄まじいビーズオタクぶりですね。これ僕が無理やり聞かせて無理やり好きにさせたんじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、決してそういうわけじゃありません。自分の影響とか桐崎英治の影響で自然とオタクになってたっていうだけです。はい、なのでまあこんな感じのね、長男の部屋はビーズ部屋になってるという感じですね。で、あとですね、隣に寝室があるんですけど、寝室はまあ普通のまあ部屋にちょっと長めのウォークインクローゼットがあるっていうだけで、まあ、ちょっとそこはね、今回映しはしません。映しはしません。バイバイ。はい。
なんで、このままですね、ちょっと次は3階に行ってみたいと思います。行きましょう。じゃあ次は3階に行きます。はい、じゃあ次はですね、3階の、屋根裏部屋行きたいと思います。はい、屋根裏はですね、こんな感じのちょっとなんか海っぽい感じのドアで、ここを開くとこんな感じになっております。はい、中は今子供部屋になってるんですけど、後の次男の部屋になります。で、子供たちが遊ぶ遊ぶあれ、いっちゃん、はやちゃん、よいこの身長が葉っぱないしば。はい、こんな感じです。こんな感じでいつも遊んでます。ここでいつも遊んでないです。はい、なんでパパがもらったこのバイクっていうのは、うん、高いからもう2枚もやつなんですね。これは前さ、バーバとママから買ってもらったリバイスの大スタンプですね。そしてこれにもこうやって巻いて遊ぶんだよね。子供たちはこうやってこうやって楽しむやつですね、はい、そして俺はバスボムで当たったこのモンスターボールなんですね。はい、まあこんな感じでですね、今は子供部屋みたいな感じになってて、まあ子供のねおもちゃをいっぱい置いてます。まあ僕が仕事部屋を一部屋取った関係で、ここがまあ次男のね、次男が大きくなった時に次男の部屋になるという感じです。ちょっと屋根裏なんで天井低いんですけど、まあ部屋がないよりはいいかなというところで、ここに、はい、で、ちょっとここにも空調がついてるんですけど、これは足を置くと涼しいです。そうです。で、これ全部の空調にチェーンがこうやってついてるんですけど、これ何かというと風量調整で、こうちょっと引っ張ったら風量弱くしたり、使わない部屋とかはこれ全部閉じとくと風が出てこなくなるんで、エアコンが無駄にこう来ないという感じにできるようになってます。なんでまあ基本的にはまあこんな感じで開けっぱなしにして、使わない時はチェーンをこう中に入れとくっていう、そういう感じですね。まあこういう感じで風量調整とかオフにしたりとかもできます。はい、という感じのね。次はね、はい、ぬいぐるみ紹介するの、うん、はい、はい、ということでね、今長い長い次男のおもちゃ紹介タイムが終わりまして、で、こちら、ここにですね、屋上があります。はい、3階のこの屋根裏部屋から屋上見れるんですけど、こっちからちょっと屋上に行けます。はい、で、ちょっと屋上はね、家の場所が分かってしまうんで、低いアングルで見せていきたいと思います。はい、はい、では屋上はこんな感じですね。普段は洗濯物を干し場になってます。パパ、はい、そしてな、これはなんと、はい、虫が死んでますね、うん、これも虫なんですね。はい、虫がいますけど、こういった感じの屋上になってます。こっちにですね、水道もあります。はい、ここで一回ここでまあちょっとプールやったり、ご飯食べて食器洗ったりとか、そういったのもできるようにしてます。これもなんで、まあ普段は洗濯物干し場なんですけど、ここでまあバーベキューやったりとか、なんかいろいろプールして遊んだりとかっていう感じのね、スペースになってます。ということでですね、まあこんな感じの、3階建てみたいな家で、まあ、普段は、生活をしてるという感じになってます。はい、じゃあ新しい家はどうですか。寝るときに一緒に寝るんですけど、僕が寝返り打つと次男に当たるんですよ。それの文句を言ってますなんで、まあ新しい家は僕が当たって痛いそうです、はい、ということなのでね、まあこんな感じの家なんで、まあこれからはね、ここで生活をしていくので、まあみんなで楽しく生活をしながらで、まあこれからの動画はここで新しい環境でね、撮っていこうと思うんで、まあよかったら引き続き堀君に見てください。はい、じゃあみんな、バイバイしようか。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、すいません。